はい、おはようございます。ワイズロードインチキおじさん野沢です。サンデーライド日曜日にね、毎週走っております。今日は天気かなりいいですね。でもめっちゃ寒いです。めっちゃ寒い上に今日は風が強い。かなり風が強いです。おはようございます。おはようございます。なので北風ね。まあ野沢藩は下流行こうかなと思ってんだけど、そうすると帰りがめっちゃ辛いんで、どうしようかなって考えてます。木村藩は上流の方行くらしいです。今日はちょっとメンツが濃いんでね、大変だ。先週はですね、高松先生のこの愛車を、同じ名字の高松さんが持ってきて乗ってくれてますけど、今回高松さん天国から見てるでしょうか。高松先生の一番大好きだったピナレロパリ、高松先生の決戦マシンだねを Y さんがもらっていただいて、ちゃんと乗ってくれます。まあそんなわけで、とにかく仲間を大事にしたい。途中で何かトラブルがあっても、全員で止まって、全員で対応して、全員で帰ってくるように、かなりカフェ、今日はコーヒーを増量して、木村藩の分のコーヒーもあるようになってますんで、はい。よろしくお願いしますね。はい。はい。はい。岩淵水門まで、40分で来たんですけど、軽く走りながら。ちょっとね、今日はマラソン大会があるんで、このまま行くのはいかがなものかということで、ここで安全をとって引き返します。で、子供たちやマラソンランナーがいたらもう最上高で行きますよ。今日も前半にかなりが、あったかいコーヒーを入れてきてくれました。寒い中、とっても美味しいです。おかえりおかえり、おかえりなさい。久しぶりだね。やっつけてやりましたか、原田選手。